笑いコンビ、ナインティナイン岡村隆史が18日深夜放送の日本放送、ナインティナインのオールナイト日本に出演。プロ野球、オリックスのファンになることを公言した。岡村は怒らずに聞いてほしいんやけど、オリックス、野球のオリックスを応援しようと思う。オリックスを応援していこうと思います。ときっぱり。野球については WBC でにわかファンになるまで疎く、サッカーについてもどのチームを応援するというのはなかったというが、ひょんなことからオリックスを応援させてもらうことになりましたと高らかに宣言した。あまりの唐突な展開に相方の矢部浩之は、それ、もうちょっと聞かせて、家庭音と戸惑いを隠さなかったが、岡村によると、日テレ系、旅猿のロケで、オリックスファンの東野幸治、増田岡田、岡田系右から熱くプレゼンされ、まんまとはめられたという。岡村は現在、オリックスの試合は見たことなく、結果だけをチェックしているというが、ただ僕が WBC 見に行った時、日本対オーストラリアの試合で投げてはったのが、オリックスの AA なんたらという山本スタッフのカンペを見て、山本由伸選手という日本で一番のピッチャーと言われてるオリックスのピッチャーの方やったんですよ。そういうご縁もあったなぁという風に思ってと振り返った。さらに、岡村の地元は阪急沿線で、オリックスの前にである阪急球団ともつながりがあると指摘。なんでオリックスファンなんですかって言われた時に、坂急にずっと乗っててって言えるやんかって言われて、完全ににわかじゃないですか。岡田くん曰く、他のチームを応援しようと思ったらにわかすぎる。というか、厳しいファンがいらっしゃる球団はたくさんあると。でもオリックスは、すごいウェルカムなんですって。にわかの人をすごい、受け入れてくれる地位なんですってと生き生きと語った。これに、矢部は概ね歓迎の意向を示しながら、僕が、ちょっと懸念しているのは、見に行かなとか。岡村あるあるですけど、映画とかでもあるやん、行かなって宿題になってしまったら、また首締まっていくよと助言していた。